そうなんだよね。俺今カウンターと、あとミサイルと、ミサイルっていうかミサイルみたいなやつと、巡航ミサイル。まあ、巡航ミサイルか。と、まあ、ヘリだけど。これこのマップもさ、あんまり好きじゃねガリス。ああ、ここもわかる。え。ここをもう、立ち回りを正さんといけなくなったわ。突っ込むことが許されないマップだと思う。いや、本当にそれは思う。なんか突っ込んだら全然倒せないもん。ずっとスナイパーが見てて絶対に通れない道もあるしさ。ねえ。なぜそんな制約を抱えながら戦わないといけないのか。Team Deathmatch. これはもうなんか地下通路みたいなところ通っ Break て and お見舞いし engage. てやるぞ。お見舞いしてやる。あ、やばい。We're in the air. ああ お見舞いされた。通路に急に2人も来るわ。We're losing this fight. だショットガンだと武器の切り替え遅いな。うっそって。 すんごいナイファーいるわ。ナイファナイファー今後ろからモーション付きのやつで殺されたわ。ああ、一回だけされたわ。マイアミで。まあいいや、見て。こんばんは。え、こんばんは。まあ、ほんとこのマップ嫌いだわ。マジ？マジ。今5のコントローラー使ってんでしょ？あ、もちろん。こ使れ、いやすい、それ。まあ、あんまり4と変わらないかな、体感。あ、そうなんだ。なんか、トリガーが進化したりしてる、してたけど、それは してたけど。振動ありの場合だから、俺振動切るから。振動ありだとなんか変わるんだ。割と変わるね。びっくりしたのはね、キャンペーンとかだとね、武器によってね、トリガーの押す強さとか振動具合が変わってるんだよね。やば。リアリティ的な意味ではいいかもしんないけどね。マルチプレイ、あ。ゲーム真面目にやるまあ、やとる分すにるは、とちょっと邪魔くさい感じがする。やる分には切っていいかな、別に。前編のアメリカ側が勝った時のエンディングってアドラー死んじゃったんですか？あれは、多分だけど、BOCW の続きのストーリーが BO2 なので、両者死んだんじゃないかな。BO2 でアドラー登場しないし。縁がやばいです。俺もやばいですっていうか、AUG のデフォサイト俺苦手かもしれない。マジで。マジで。いい人。アドラー一番好きだったのに。アドラー、トレーラーとかでも結構いい、かっこいい的な位置づけキャラかと思ったら結構な、ドチクショーだった。どっちかしよう。主人公を洗脳してやったんだけど、命助けてやったんだから協力しろよみたいな。洗脳してやった。 ああ、ネタバレになっちゃうからあんまり言わないけど。やっぱ言うておりそんな。ストーリー重視はしてない。メイソンとウッズは一応登場するよぐらいの位置づけだったし、そんな大活躍する人物ではなかったな。ナイフは何してんだ、おい。
私が出てきた。俺ね、L に丸にしてたせいで姿勢変更が全くできない人になってしまった。もう完全にデフォ配置だからね。俺は鼻からデフォで焦ってるぞ。デフォ無理だ。慣れるんじゃ。ナイファー来るな。ナイファー来るな。ナイファー走ってるところが見えるんだよ、このサイトを覗くと。魔法のサイトじゃん。魔法のサイトだよ。ベータの時から思ってたけどさ、プレイヤーの投擲飛距離すごくない？これ結構飛ぶよ。一郎もびっくりなんだけど。一郎もびっくり。ナイファー目の前に降りてきた。怖すぎる。はい、働かないヘリコプターを要請する。ここ特に働かなさそうだな。うん、あれ呼べたのか。呼んだ。あー、カウンター。アウト強すぎる。でも AUG しか使えんもん今。他の武器使いたくて。許してね。あ、どこ行った。ヘリ働いてる。落とされた。おい、巡航ミサイルみたいに飛んできてる。ナイファー。せめて巡航ミサイルトロフィーシステムとかで消せたらいいのに。いや、それは強すぎる。それは強すぎる。攻撃も強い。今ね、バースト武器に比べたらね、他の武器空気だな。HVA、the opposition has pulled ahead。なんか、本当バーストしか見ないって感じ。本当にね、嫌になっちゃうわ。このナイファー静かに現れやがって。シャキーンの音聞こえたと思ったら後ろに落ちたわ。伺ってるんだよな。危ね。おっしゃ。おはギリじゃん。でけえから。あ、SMG。